はい、皆さんこんにちは。メバルプラッキングのすべてもですね、ケーススタディ4までやってきました。もうあと 1,2 回ぐらいですね。で今回はですね、2016年、まあ、今年が2020年ですので、すで、にもう4年前の映像になってますけども、2箇所たくさん行った中からちょこちょこ取りためてた中からね、2箇所選んでます。で、前半の1箇所目がね、佐賀県です。今まあ Google Earthで佐賀県開いてますけど、はい。でテーマは、もうノープランノーガイドの、とりあえず地図上で、探したポイントへもういきなり入ってみて釣れるかどうか、これが一つで、もう一つのテーマとしては、僕、まあ、広島県とか山口県、愛媛県じゃよくやる釣りなんですけどもね、3月4月の、マズメだけやりましょうっていう釣り方、まあ、島根県でもやるんだけど、朝マズメ、夕マズメの釣り、まあ、メバリングにありがちなナイトゲームじゃないですよと、うん、朝方夕方だけの釣りをやって、初めての場所で釣れるかどうかというのをね、やってます。で、こういう、まあ、新規開拓とも言っていいのかな、まあ、日本はね、四方海に囲まれてますので海岸線長いんです。でメバルはね、至る所にいるんですけど、どうしてもね、やっぱりあの常夜付きの堤防が釣りやすいし、まあ、人気なのでどうしてもそこへ集中しがちなんですけど、すでにもう堤防の釣りでメバルのいいのが釣れるっていう時代じゃね、さすがなくなってきてますので、今回のおすすめは、まあ、磯とまで行かない、海岸道路沿いのちょっと美味しそうなところを打ってみたらどうなるのかと、うん、そういう観点でね、場所選びしてますので、その場所選びの要点からちょっと説明しておきます。じゃあ Google Earthのね、地図を見ていただきます。こういう地図を見るとね、僕が真っ先に目をつけるのはこの湾だと、この辺とこの辺ですね。うん、こういう、これなんかこう湾の出口入り口じゃないですか、この辺っていうのはね。例えばこうやって見るわけですね。どんどん拡大していきます。まあ港があります。これもお分かりでしょう。もう釣れる気配が非常に薄いですよね、この感じは。こういうところで釣ったってメバル、いいメバリングはね、ほとんどできません。はい、瀬戸、広島、山内のようにあの海峡部に突き出たような堤防だと釣りになるんですけども、なかなかこういうところじゃね、そうはいかないんです。じゃあ僕はこういったところでどういうところに目つけるかというと、例えばこういう岩場ですね、うん、でこの奥まったところは、うん、しょぼそうなので、当然目をつけるのはこういうとこなんです。はい、拡大していきます。で、堤防に隣接した磯でなんか道路が見えますね。こういうところを拡大しながらチェックしていくと、ここはスリットがこうたくさんありそうな斜路なんですけど、頑張りたい。ここもまあまあいけそうだなという感じはします。この遊歩道のようなところを歩いていけばここは出られますね。で大事なのはね、こういう航空写真で見た時の下りの位置です。こう明らかにこの白い中に黒いものがこうあるような場所、こういうところは魚つきます。こっち側にもありますね。あとはもうこの磯回り、うん、こういうところに目を向けるわけです。で山越えしなくても車から歩いていける場所で釣れそうな場所、こういうところですね。うん、案外ね、こういう何でもなさそうなところにね、メバルが結構しっかりついてる場所なんかがありますので、
まあこういうふうに Google Earth を見ながら僕は初場所の探索をします。はい、車で行ける海岸道路のちょっとした岬に目をつけて、夕方と朝と、まあ真夜中は真夜中でね、あの堤防明かりつき回りも打ってみたんですけど、全然魚いなかった。結局朝まずめ夕まずめだけ、メバリンが成立したんですけど、まあまあいいサイズが出て、うん、初場所でね、ドキドキしながらのロケでしたけど、自宅でしっかり Google Earth で見てはいるんですけど、それでも行き当たりばったり。そこで、マズメの釣りが成立するのかどうなのかというのをね、参考になるように、ちょっと頑張ってみました。ではどうぞ。日は落ちたんだけど、暗くなる寸前くらいに出るなら出るだろうと。まあ瀬戸内ならね、こういう潮当たりのいい磯だったらもう間違いなくそのマズメが機能するんだけど、この佐賀県でそれが、同じようになるのかどうかはちょっとわからない。まあ磯です。磯といっても道路脇のね、岩がゴロゴロしてるところで、本流の潮目がね、今カモメがいっぱい浮いてるんだけど、あそこへね、この時間にカモメがいるってことは多分餌がいるんだろうと思うけど、まあ非常に釣れそうな雰囲気なので、ひとまずは夕まずめパターンをねやってみようかなと。なのである程度こう遠投の釣りになるので、とりあえずこれまあメバリングで使う人はまずいないと思うんだけど、あのトラウティンサージャー、まあ富士五湖芦ノ湖とかでボートで、ドラッキングしてね、ボートでトロリングのような釣り方をしたりして使うルアーなんだけど、これが非常にマズメのね、浮いてくるメバル、フィーディングモードに入った浮くメバルに対して効くんじゃないかなと思って、とりあえずこれ先発帯で行ってみますね。竿は先ほど説明したトラウトロッド、こう7フィートのコンパクトロッドに PE が 0.65、 リーダーがフロールの2号。まあこんなとこでとりあえずやってみましょう。まあ何はともあれ投げてみないとわからないんでね。よし、第一投飛ぶな。3月なのにグローブ忘れてきたのよ、これグテよし。まあこのトラウティンサージャーっていうルアーはね、巻くとゆっくりワイドボブルで、うん、おう、浅いのかな、あ、浅いんだな。ってことは竿を立ててゆっくり巻こうか。まあスローリトリーブでワイドボブルなので、浮いたメバルにいいんじゃないかと思って、まあ、結んでるんですけどね。重いからよく飛ぶし、巻くとスッと浮き上がってくれるし、あ、こういうふうに、おお、なんだ今のは、ウィードか。ドキドキすんな、初めての場所は。こういう多ジャンルのルアーでもメバルの、修正とかね、ロケーションに合わせて、使うとね、もう大ヒットすることがあるので、やっぱりね、ハードルはプラグはね、いろんなものを使ってみるべきですよ。何々用っていうところにとらわれないように、そのルアープラグが持つ機能をちゃんと理解して使えば、何々用っていうのは関係ないんです。メバル用だから特にメバルが釣れるように作ったらかって言ったらね、そうでもないからね。ただターゲットによってね、フックのサイズが違ったりリングサイズが違ったりするだけで、そのプラグが持つ本来の動きであるとかね、ウェイト、沈む速度、あと泳がせた時のね、巻いた時の、あ、当たった、今のは間違いなく当たったぞ。マジですか。
コココって来たけどな、今の浮いてるウィードかな。思ったより浅い、ここ。これはかけてもちょっと取りにくいかもしれない。浅い上にね、近いところへ14、15メーター先まで藻が生えてるんで、ちょっと難しいかもね。かけても取れない可能性があるね。まあ他ジャンルのねプラグを持ち込んでも、フックであるとかリングであるとかをね、ちょっと自分でチューンすれば、抜群のねメバル用のプラグになり得る可能性が大いにあるので、うん、その辺もねやりながら楽しむといいと思います。トラウティンサージャーはねかなり重たいので、ちょっと少し沈めるとゴツゴツ藻に当たっちゃいます。これで難しいようであれば普通のシンキングペンシルにね変えますけど、とりあえずはこれでやれるとこまで。さあメバルがいるのかいないのか。初場所でねメバルの居場所をそうそう簡単には引き当てれないので、まあ Google Earth その他でねしっかり下見をしておけばある程度の感はつかめるです。今度は左投げてみようか。浅いのがちょっと当てが外れたな。目視した段階ではかなり沖合は水深があると思ったんだけど、ちょっと当てが外れてる。これだけ浅いと逆にねロングロッド欲しいよね。これ7フィートなんで、かけて浮かせて足元で特にあの根をかわしながらランディングするのに、あの短い竿はねものすごく不利です。ここだとやっぱり B スペシャルとか9フィートクラスの竿の方が結果キャッチしやすくなりますね、魚がね。やっぱり7フィートぐらいの竿はね基本堤防用なんで、なかなか磯には難しいと思います。まああえて承知で持ってきてんだけど、こっちは引っかからないな。こういうふうにこう馬の背が出てるかもしれないね。で左側ちょっと深いかもわからない。うん、ああだいぶ沈んでいくね。お、まだ沈んでるよ。こっちは深いのか。このトラウテンサージャーってテンションかけて抜くとねスーッとあのスウェーバックスのメタジグのようにバイスライダーのように、で巻くとやっぱりメタルジグなんかと違ってあの泳ぎがやっぱりプラグらしい泳ぎをねしてくれるので、まあ、結構メバル釣りやすいと僕は思ってるんだよね。まだ一匹も釣ったことないんだけどね、このルアーで。絶対に効くと思ってやってます。今まずめパターン来ないかな。だいぶいい感じになってきたけどね。いい感じっていうのはあの香料の話ね。暗くなる寸前くらいにね、まあ、ポイントの癖もあるからね一概には言えないんだけど、浮くところはねブワーッと浮くんですよ。もうたくさんのメバルが。ロケーション的にはそういうロケーションなんだけど、ここがそれにはまるかどうかは分からない。まあ3月4月の瀬戸内っていうのはイカナゴがね大量発生するので、
マズメパターンってね、イカナゴとそのリンクしたパターンなのね。イカナゴが夜寝場所に帰るときに通るコース上に、メバルがたくさん集結して、ねぐらに帰るイカナゴを待ち受けてるっていうパターンが、このマズメジギングのねキーワードになるんです。で、出るとでかい。去年のね、山口県で一本釣りましたね、尺を。あの日はまあ数はあんまり出なかったんだけど、3つ4つパンパンパンというのが出て、で、まあ、ほぼ真っ暗になった状態で尺が出て、そこで終了みたいな感じだったね、試合が。昼間にも暑いくらいだったから放射冷却になってるね。日が落ちたら急に寒いよ。油断も隙もない。今ねちょっと左側の深いとこ投げてるので、トラウティンサージャーでほぼボトムを取る感じで、そこまで沈めたところからちょんちょんちょんの後のテンションフォールでひら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 というドリフト、スロードリフトですね。流れがあんまりないんで、ちょん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 と浮かしといてひら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 。ちょん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 。ひら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 。まあメタルジグなんかもね、同じ釣り方だよね。ちょっとメバルが沈んでるときは。いたらね、もう完全に当たりが出る状況なんだよね、ライティングがね。この時間帯で当たらないってことは、ちょっとマズメパターンは飲み薄かもね。ロケーション的にはめちゃくちゃ釣れそうだけどな。フィードか。ドキッとするね、コンってくると。ちょっとルアー交換しました。 SPM の、75ですね。よし、行ってこい。実際こう振ってみるとトラウティンサージャーよりも SPM の方が飛ぶな。お、食った。うわ、1投目で食った SPM。 おお、食ったぞ食ったぞ。これでかいぞ。これいいサイズだぞ。よし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 。ウエイトがある、ウエイトがある。来い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 。よった。ちょっと出た。おお、出た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 。いや、嬉しいな。初場所でこれだよ。よーしよ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 し。うお、尺はないか、尺はないか。出たぞこれ。あ、ないか。ないな。28ってとこか。おー、 SPM75 着水してほんとちょっと沈めたぐらいだね。巻き始めたらもういきなりドカンときたよ。うふー、いいぞ、素晴らしい。いやー、ちょっとどっかで生かしときたいな、これ。グッドです。よし、誰もやってないぞ。よし、いや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 、本当にまだね、少し明るい段階でトラウティンサージャーで当たりがなかったので、一旦ちょっとこの磯を降りてタックルボックス行って、少しねリーダー傷ついてたのでやり替えて、で戻ってきてこの暗さでね
一投目ですよ。もうポチャパクみたいな。よし、じゃあ SPM2 投目いっとこい。やっぱ明るいうちにチェックして、今投げたところがね少し深くなってて、着水からね巻き始めたらもうすぐ当たったんで、やっぱり浮いてるパターンなんだよね。だからまあ広島でもメタルジグでこの釣りやったりするんだけど、こういうトラウティンサージャーであるとか SPM の7号であるとかね、少し重たい系のルアーだったら全然 PE で投げればメタルジグに近いぐらいの飛距離出るので勝負できちゃう。よし、行ってこい。もう2匹ぐらい欲しいな。怖いんだよね、このユーマズメって。カメラ向かって喋ってる間に終わっちゃうからね。去年の山口の時もそうだったよね27センチ釣ってカメラへ向かって喋り、尺釣ってカメラへ向かって喋りって言ったら終わっちゃったからね。あれがただ黙々と釣ってれば6匹7匹釣れてるはずなんだけど、ほら当たりがないもん。おかしいよ、一発で食ったのに着水と同時に。まあでも、もしその一匹で終わったとしても大きい大きい、これは非常に大きな材料。初場所で目見当で入ったこの場所でね、地合いでドンと釣れてるから、これは美味しいですよ。十分な成果だ。次来ないかな。でも釣り人は贅沢です。どっちかな。今沖を船が通って寄せ波がバサバサ来てるので、こういう時も案外チャンスなんだよね。今度はちょっと浅い方へ向かって下りの上を通してみようか。この竿正解。やっぱりね、曲がってからが強い。トラウトロッドだからね、曲がるんだけど、やっぱバットがしっかりしてるから。よし、食った。おーし、食った。おーし、見て、こっから、うわー、こっから粘ってくれるんだよ。こっからこの竿を粘ってくれるんだよ。バットが強いから。よっぽーし、おーさっきよりちょっとサイズダウンしたけど、これもいいよ。手が冷たいとか言ってたけど、もう熱くなってきた。ほら、これは25、これ25ってとこだね。さっきのが28か9ぐらい。ヒューヒュー、続いていきます急いでやります。うん、ゆっくり見せるようなサイズでもないのでね、このマズメの釣りだったらやっぱ尺狙いたいので、この子は水たまりへ入れといて次投げるぞ。よし、よし、ここで今日の僕が、今日ここで今何を言いたいかというとね、SPM75 とか使わないでしょ、みんな。メバルで大きすぎると思って問題じゃないじゃんね。しかもこれ闇場所だよ。暗いところでプラグ投げたら釣れないんじゃないかとかね、思ってる人もたくさんいるのよ。実際質問来るんだよ、僕のとこへ。あ、レオンさん、プラグってやっぱ明かりのとこだけですよね、みたいなね。
確かにそうなんだけど、明かりがあるところにはたくさん浮いてくるんだけれども、全然闇場所だからプラグじゃ食わない、ワームなら食うなんていうふうに考える方がおかしいんだよね。メバルからしてみればどっちも餌だから、小魚に見えてりゃ食ってきますって。うん、このね、夕間詰め、朝間詰めの地合いってね、短い時は10分15分で終わるからね。条件のいい時は餌がたくさん入ってるとかね、小1時間続く時もあるんだけど、短い時は本当に10分15分。はい。なんか打つ時にね、やっぱ手返しよくどん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 打っとかないと。完全に表層へね、フィーディングモードで上がってきてるやつだから、割とね、このプラグのこの巻きが見えるかな。このスピードでドンと食ってきてんだよ、今2匹とも。あともう真夜中になってね、ゴロタ、後でゴロタ行くけども、道路際のゴロタね、僕磯を遠くまで歩いて行って釣るの嫌いだから、アクセスの良いところでしかやらないですけど、闇場所は。夜中にゴロタ打つときはね、全然大丈夫。何があって、速いスピードで巻かなくても、デッドスローでもね、釣れるんだけど、この真面目の釣りは、完全に表層フィーディングモードだと思って。次食わないかな。数があんまりいないな。数がいないのかな。ちょっと沈めてやろうか。表層にできてない可能性があるんだよね。餌が少ないとかさ。ちょっと沈めてみよう。ただね、この SPM のね、75だったか70だったかちょっとはっきりしてないんだけど、この7センチクラスの SPM ってね、もうまず飛距離ですね。だからみんなが打てないところまで打てちゃうんだよね。メタルジグ並みに飛ぶからね。そのくせ巻くとスーッと水面まで浮き上がってね、割合水面ゆっくり引けちゃうので、相当ねポテンシャル高いですよ、このシンキングペンシルは。シンキングペンシルいろいろあるけどね、ほとんどメバルで使えそうな新ペンを使ってみて、ここ1、2年は僕はこの SPM に落ち着いちゃってるぐらいね、気に入ってるんです。すごくよく釣れる。パラオでも相当釣ったしね、このルアーで。うん、これは終わったかな、試合が。でもこれは朝まずめ来るとまた釣れちゃうよ、ここ朝釣れちゃうよ、また。夕方短くても朝は地合いが長いとかもあったりするからね、釣れた場所は朝夕両方やってみる価値あるんです。
始まったかも。始まったかも。小さいけど。寝掛かりしたのかと思った。ブルー。見えない。22センチ。とりあえず1匹釣れた。ね、今の画面見ても分かるようにだいぶ明るくなってきたでしょ。はい、佐賀県でのね、釣りを見ていただいたんですが、次がボーンと飛んで東北です。佐賀県は3月でしたけども、同じ年の2016年の今度は夏ですね。7月に、ちょっと仕事の用事もあってですね、宮城県へ行きました。夏休みも兼ねてなんで、うちのスタッフをしてくれてる伊藤久雄君が仙台に仕事で来てるんで、会いに行って、ついでに宮城のメバリングをしようかということで、ちょこちょこっと行ってきました。その時の映像を見ていただくんですけども、ご覧のように桟橋ですね。これは割合こう大きな浮き桟橋があるんですが、実はこの桟橋の外側に大きな堤防があって、なかなかね、非常に釣れそうな雰囲気だったんですが、この日、大荒れで、そのもう堤防が出るとね、もう台風並みの風がゴーゴー吹いてて、釣りもう全く釣りにならない状態で、仕方なく奥へ戻ってきて、
湾の奥に奥まったところにある非常に明かりがこう強い、桟橋ならなんとか釣りが成立するなということでね、浮き桟橋での釣りを展開してますけども、ここで普段皆さんがメバリングをする中であまりやらないであろうテクニックをお見せすることができたんですよ。まあ、ロケーションがたまたまそうなったので、それはどんな釣りかというと真下へ垂らして釣り、前半部分はちょっと投げて巻いてきてトゥイッチかけて止めて釣るというね、まあ、僕がメバリングやる中で最も多用するメソッドからスタートするんですけど、そのうちメバルが浮き桟橋の真下の深いところについてるのを発見しまして、そこからはね、いわゆるバーチカルプラッキングですよ。プラグを真下に沈めて釣る釣りっていうのはね、ちょっと皆さん経験がないと思うんです。で、これはまあ僕20年くらい前からちょこちょこそういうロケーション化ではねやってますし、非常に効果的な釣りです。で、これが今回はプラグでやってますけど、メタルジグでも可能なんです。真下に下ろしてちょんちょんってやって吊り下げて止めて待つ、これでねメバル釣れちゃうんです。もう釣れるタイミング、釣れる場所なんだったらボンボン釣れるのでね、うん、そういうまず目にすることのないバーチカルなメバルプラッキングというのをね見ていただきます。どうぞ。いるよメバル皆さん、ここは宮城県です。仙台の友達に夏休みで会いに来て、ねえ、釣り師がね、広島から宮城県まで行ったら釣りしないわけいけないじゃない。ちょっと桟橋で遊んでやろうと思ってさ、見に来たらね、見えるメバルだと思うよ多分。ってことで急遽東北メバルプラッキング、ロッドはね、これはちょっとインクスの方で今、準備させてもらってます。フィネスプラッキングロッド6フィート、こういうね、こう今結んでるのが、これもインクスのカスタムなんですけど、ジェイドのねサスペンド仕様、まあ、こういうマイクロプラグが軽快に扱えて、軽快にメバルが釣れて、でかいのが来ても耐えられるようなね、そんな感じの竿を目指して今作ってるんですけど、こいつでやってみましょう。このジェイドサスペンドもね、まだそんなに皆さんに見てもらえてないんで、こいつでいけるだろうと思う。よし、行ってこい。ピュッ。ジェイドサスペンドなんで巻いて潜らせて一定のレンジ行ったらね止めて、そこで食わなければパンパンパンとツイッチ入れてまた止める。基本そんな釣り方。コンと来い。今ね風が正面からすごく吹いててね、波立ってんの。ひょっとするともう少し表層系のルアーの方がいいかもわかんないけど、巻いて潜らせてトゥイッチかける。ん？メバルじゃないのか君たち。どう見てもメバルだろう。変な格好になっちゃってるけど勘弁してね。ロッドが海面に対してこう風が吹いてるからルアーの角度が、反応しないってことは微妙なレンジが違うかな、ルアーの。微妙にレンジが違うような感じだね。となると次は、何もすごい。この状態ならば今ねちょっとこうアジの色のやつなんです。あまりクリアっぽくないやつ。これはめちゃくちゃ効く時があるから入れてみたんだけど、どうやら小魚じゃないな食ってんのが。そうなるとバスディシュガーミノー 50S
の、ダイヤモンド、ダイヤモンドダスト、こいつはまあシンキングなんでレンジ調整がある程度任意でできちゃうって。やっぱりね、やっぱレンジが合えば食うぞ、ほらレンジが合えば食います。さっきのサスペンドで20センチぐらいのところをジェイドがこう通るんだけど、こいつは少し待って沈めてやるとシンキングなので、今度はあの30センチぐらい沈めたところから巻いてツイッチかけて止めてたらカポーンと。ああ、こんばんは、土産メバル君、こんばんは。よいしょ。メバル釣り楽しいね、やっぱりどこ行ってやっても。ほら、宮城メバル、ふり、ほら、かわいいかわいい。うん、何メバルだ、ちょっとこの桟橋の照明の色がよくわかんないけど、白だろうね、茶色っぽいけど、あの白メバルの茶色っぽいやつ、白茶。うん、サンキュー。まあ堤防明かりつきメバリングのあの癒しの釣りですよ、楽しい。よし、今日フォーセップ持ってきてない俺、本気で本気で用意してこいって話だ。おかえり。よーし、おお風強い。キャストして、潜らせて、止めて待ってたらポーンと持ってたからね。よし、やっぱり止めないとダメだね。巻いてる時は食わない、スイッチかけて止めて帽子が飛ぶ、流してたらスライドさせてたら、この風でね、ふーっと糸が押されるからやっぱ流れるじゃん。それで食ってきてる。ここのとこちょっとあのシュガーミののぼうまレースの出番が少なかったんだけど、今日はこれ多分ドハマりしてるぞ、シュガーがのぼうまレース。はい、うん、カラーもね、これホワイトスモークみたいになってんだけど、濡れるとさ、濡れると純クリアに近くなって、中へチカ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 ッとあのラメが入ってて、これちょっとプランクトンっぽく見えるんだよね、このカラーは。もろにあのこの桟橋の明かりの中で、いてててててていって風の吹きだまりに溜まってるやつはね、もろですよ。よし、はい、メバルの影だけ見る限り、もう少し大きいのがいるんだよね。大きいやつはね、深いとこいるんだな、少し深いとこへ。うん、うわ、帽子が飛ぶよこれ。あのねやらせたいみんなにシューッと巻いてきて潜らせて止めといたらコボーンと引っ張られる。面白いこれ、面白いよ。あ、タケちゃんお願いします。うん、呼びましょう、取っとこう。こういう状態にある時のメバルがね、あの一番そのプラッキングで
メバルが釣れるね、代表的なパターンなんですよ。一定のレンジでトゥイッチ打たせて止めてじわーっと流れるっていうのがね、あのものすごくメバルのやる気を起こさせるわけ。巻くよね、当たんないでしょ。さっき本当に潜らせてから、潜らせといてトゥイッチかけて止めてこうやって待っとくだけだ、パカッと通っていくのよ。巻いて潜らせてトゥイッチかけて止める。トゥイッチかけて止める。今足元まで風通されてきちゃって顔を上げらんない、帽子が飛ぶ。あ、くわえてた今そう下で、あ、くわえてるくわえてるおお、でかい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 、やめろやめろ、あ、でかい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 、なんだこいつ、帽子が飛びそうだし、メバルは潜るし、おお、でかいでかい、あっしゃ、なんじゃお前は、なんだお前、メバルじゃないだろ。やっぱりやっぱりおかしいと思ったよ。くちゃいない、柱に潜られそうになった。あのね、皆さん、これが宮城のメバルです違う、宮城メバルですよ、これ、ほら、なんだろう、これ、何ソイ？黒ソイです。これ黒ソイですか、はい、カメラさんが黒ソイだと言ってます。カメラさんって言ったって友達なんだけどねはい、黒ソイあ、びっくりした、シャクメバル行ったかと思ったシャクメバル級の引きだったよ。いいじゃん、楽しいじゃないですか。でももう一回言うとくよ、相当ほっといたでしょ、今止めて足元で、でシンキングである程度のレンジまで入れてトゥイッチかけて止めてほっとく、でまたトゥイッチかけて止めてほっとく、ギュッと、プラグでないとできないね。今回の大人の夏休みで仙台集合したあの北海道の竹地くんです。よろしくお願いします急遽出演ということで、はい、ありがとうございます。あのね、はい、めっちゃ釣れてる、はい、めっちゃ釣れてる人もあの4頭を投げて3匹とかあるんだけど、はい、めっちゃ釣れてるでしょ、はい、で結構ね、あの特徴的な釣れ方してるのよ、あのメバリングの、はいはい、で、あの北海道の方ですから、こんなあのでっかいロックはね、散々たくさん釣ってね、はい、メタル丸とかで、はい、そうです、うん、だけど本メバルは、はい、いないってないないです、いないからない、はい、ガヤばっかり、ガヤばっかりです。ガヤちょっと僕もね、あの前に北海道行った時に釣らせてもらったけど、はい、やっぱ食い方違うからね、はい、で今日は佐賀のことのこの宮城で、はい、あの瀬戸内メバルと同じ釣れ方してるんで、はい、ちょっとやってもらいましょう。はい、わかりました。あのね、今の段階じゃこのあれ、シュガーミノーの 50S を投げて巻いてきて、巻いて沈ま潜らせて、はい、そこでパンパンとツイッチかけてね、はい、ロングステ、ロングステ、ただ待っとく、はい、ただ待つ、ただ待つ、はい、こんな釣れ方、はい、それをちょっとやってもらおうかね。はい、わかりました。あそこにあのあるので結んで、はいはい、白でもグリーンでもどっちでもいいと思う。すげえなこの風、もうねハットが飛ぶんでタオルにしました、鉢巻きハットぶっ飛んでしまう、ハット気がついた時の遅いぐらい北海道の人純粋だからかってね笑ってくれるんですよどれくらい沈めればいいですか。あの巻いたらそれなりの潜り方しかしないんで、ある程度ピュッと投げて、はい、ピュッ、で竿を下に下げて巻いてくる、まあ、それぐらい巻いたら潜ってるから、パンパンとツイッチかけて、でちょっと糸を張らず緩めずで待つ、で5カウントぐらい様子見て、でまた巻いて、でトントンツイッチかけて、そこで待つ、まだ待つ、まだ待つ、チョンチョン、
松っていう潰す方、はい、が今のところハマってる感じがあるよね、はい、まあ、繰り返してやってれば多分カーンと来ると思うから待ってる最中に、うん、しゃがんでチェーンに膝ついたぐらいがちょうどいいかも。あ、そんな感じで。軽くトントン。そこ止めて待つ。ピタッと。まだ待つ。まだ待つ。クイクイトントン。お、来た来た。ほら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 。あ、中入れて。やった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 。見た。見た見た、皆さん見た。ほら、言う通りです。面白いでしょ、この釣り方。本当面白いです、これ。こういう釣り方って、なんか北海道で、いや、ないです。これがね、メバいっぱい。ジュフェットのワームじゃ味わえないです。いや、面白いです。面白いです。トントン待ってるだけ。はい、こう、こう来るんですね。これがコンプレンサイズだったらどうする。わかんないです。いるよ、さっき姿見えたから。はい。アキちゃん頑張ります。行こう行こう行こう、はい、飛んで行こう。えてしてありがちなんだけどさ、カメラ止めるとね、こういうの来ちゃうんだよ。ちっちゃいメバルばっかりが見えるから、こんないいサイズいないかなと思ったら、いるよ、ほら。これ、グッサイズ。グッサイズ、白メバル宮城の、これ SPM の75、足元でね、4メーターぐらい落とし込んでね、ちょんちょんとやってはフォール、ちょんちょんとやってはフォールさせてたら、ガツーンと食ってきた。何度も当たったの。何度も当たって食い切れずに、しつこくやってたら食ったから。あの米場が水面直下1メーターぐらいの間にいて、こいつはどうも4メーターとかさ、深いところいるみたい。ということで、またブイを回しながら、あのなんとか釣れるとこ見てもらいたいなと。はい。そういかって、そういにしちゃ軽いな。よし、再現性があるかどうか分かんないけど、やってみるね。ここからキャストしてない、沈めて竿を1本分、まあ、垂らしから1本分だから、今3メーターぐらいと出てるから、これが沈んだところでもう一煽り、これぐらいで沈めていくと。だからレンジで言うと 4メーターぐらいね。で SPM をパン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 と跳ね上げて吊り下げて待つ。パンパンパン。ああ、クソ、乗らない。パン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 。さっきタケちゃん見てて、ティップここが入るの見たよね。カメラ回ってるでしょ。来た。はい、タケちゃん来た。それはあれ、あの巻いてトゥイッチで止め、落としてレオコの真似してる。 SPM で、はい。いつの間にか真似してるの。はい、真似しました。で、釣れたの。釣れました。で、SPM 落とし込んで、トントンってやっては落とす。そうです。それはちょっと、せっかくですからカメラの方へ向かって。いい見張りじゃないですか。いつの間にかシュガーミノーから結び替えて。はい、真似しました。目ざといね、やっぱりね。おめでとう。どうも。釣れるんですよ。まあ宮城でこんな釣り方する人いないと思うんで、はい、魚も釣れてね。
面白い釣り方するでしょ、メバルって、はい、うん。あのさ、SPM って新編じゃない？新編ってね、リップがついてないわけだから、普通にこう巻くと形が悪ければただ棒のようにまっすぐ行くよね。まあ棒のようにまっすぐ行く合図形がいい時もあるんだけど、こいつはまあ多少こうゆらゆらするようになってるんだけど、ジャークとかトゥイッチっていうのは基本リップ付きのプラグでやるよね。でね、この SPM はねすごいのよ。新編でリップがないのにジャークさすとね、とってもいい動きするので、キャストしてそれをカメラに撮ったって無理だから、ちょっと足元でやってみるんでね、ちょっと見てください。はい、行きましょう。まあこういう沈んでる状態からティッチ入れるとこういう動きするんだよ、ね、リップ付きのミノーのように方向回避ラを打つし、ほら見た今のキュン、こういう動きね、なかなか優秀でしょ。だから新編なのに沈めた位置からちょちょちょピュンピュンっていう、ピュンピュン、もうまるで弱ったんで、バックスライドしてるね今、平行に落ちながらゆ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 ら、こう綺麗に体ロールしながら沈んでる。でツイッチで、あ、バックスライド、これはいけるよ、釣れるはずだこのルアー。僕もまだね1年ぐらいしか使い込んでないので、魚は相当釣ったけど、本当の SPM の実力ってね、まだ僕も完璧には捉えてないんだけど、さっきから動かしててね、こいつすげえなと思ってる、ますます惚れ込んでる。これそしてこの朝食シリーズのチャートいいでしょう、色が釣れるよね、ゆら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 、はい最高。足元垂らすんですあ、来た、お、びっくりしたな当たった、当たりました。惜しい。55だよね、SPM。 75よりね、明らかに55の方が杭がいい。75ちょっと大きすぎるみたい、ここのメバルには。いろんな釣り方がある。で、それを知らずしてやってるから、はい、ああ、試合終わったねとか、あ、いね、今日はここいないねになってしまう。ところが、はい、ね、で、例えばね、滝さんね、はい、僕がこうやって釣ってる VTR 見たとするよ。はい、ね、はい、で、自分が行ったら釣れないわけよ。はい、ああ、だからレオンさんだから釣れるんだとしか思わないでみたいな。でもこうやって並んで一緒に釣ったら釣れるじゃん。釣れますね。ということは、そのタイミングでその釣り方をやれば釣れるのに、はい、やってないですよ。なんか引き出しをいっぱい持っといて、はい、状況がどうだからこれのはずだっていうはめ込み方を覚えさえすれば、あの、ずっと釣れるんだよ、メバル。そういうことです。面白いですね。面白い。だからやめられない、僕はメバルが。いいわ、片鱗が見せれてるよ、あの奥の手とかいろいろ。バーチカルプラッキング。北海道から来た甲斐があったね。北海道から来た甲斐があった。いい夏休みだ。いいじゃん、たくさんのマンツーマンレッスンだよ。わあ、やるね。覚えた覚えた、一個技を。うう、バリバリ。すげえすげえ。たけちゃん、このゲーム何だろう。たくさん品も頼んどけ。これをさ、北海道帰っても、あの堤防際のバチカルとか桟橋でやると何かがいる、釣れるのかもしれないよ、はい、僕はまあ西日本だからメバルばっかやってるけど、本当にいろんな釣れ方する。もう僕がプラグでメバルを釣る時の釣り方は多分二十何通りとかあると思うんだと、自分でも整理できてないけど、はい、うん、その中の一つ二つに過ぎないよね。今巻いてきて潜らせてレンジまで来たらバンバンと行ってからもうほっとくだけ、はい、で今ここの場合は当て風、はい、でゆっくり流れてるよね。これが瀬戸内の場合だと潮流が右から左、はい、それをアップに打って巻いて潜らせてと行ってかけてな、うーっと流れにこう平行に流すとゴンっつってこんなでっかいやつ、はい、そういうパターンがある、はい、そのためにジェイド作ってる、ジェイドサスペンド
そのレンジがピタッてその黒メバルのでっかいのにね合う時が。さて僕も55に結び替えた。飛ばねえ。さっきまでしがみので釣れてたのが釣れなくなって、はい、僕の SPM のバーチカルの当たり出した理由は理由ですか。レンジが下がったで単純にレンジが下がったのだろう。だからもう全部深いレンジに入れて今話してたら釣れたじゃない、はい、そういうもんなのよ。ねえ、うん、これがね刻々と変わるのよメバル。さっきからやってて本当に変わっていったでしょ、はい、誰もついてない中こうやって一人で釣ってごらん、まあ笑えるから。実際今日ね餌の人が何人もいて誰も釣ってないんだからね。あの方餌だったんですか。うん、2人、今、はい、後ろの方1人1匹も釣れないって言ったでしょ。皆さんそうだったんですか。餌釣りで釣れてないんだから1匹も。3人で結構本格的なね用意されてたのに、そういうもんです。ということで楽しい楽しい宮城の大人の夏休みをねちょっと垣間見ていただきました。タケちゃん、はい、面白かったでしょ。面白かったです。すごい面白かったです。まだ今から遊ぶんだけど、はい、今までやったことないような釣り方をね、はい、うん、そうですね、2種類、はい、見て実践してもらって、はい、ボコボコ釣れてる、はい、うん、今日はとりあえずこの2つだけでもしっかり覚えてください。はい、分かりました。ということで皆さんさよなら。よし。